さんこんばんは、カプリです。お風呂に入ってきました。そして今日の夜ご飯は体に優しいお弁当です。またコメントいただいてましたね。ゴディバのね、今日は70日目ですね。嬉しい。開けてみます。あれ？ピクさん、カプリさんお帰りなさい。ゴディバチョコレート、カプリさんの素敵な思い出の味なんですね。バスガイドさんだけでなくブティックにもお勤めだったとは。やっぱり昔からカプリファンがいらっしゃったんですね。チョコレートを渡せたその方が羨ましいです。私もカプリさんにチョコレートを渡したいです。カプリさんがお休みされている間、アマゾンで濃いめの優しいレモンを買いましたよ。ビタミン取ってる感があってとても美味しいですね。家の近所には売ってなかったです。そう、私もね、もうないんですよ。本当にそこのコンビニにね、売ってるんですけど、普通だったら売ってるんですけど、ないんですよ。そう、それが残念でね、なんかもう売り切れちゃった。あれ、期間限定だったのかな。で、ブティックにね、勤めてました。ブティックも5年ぐらい勤めてましたかね。落ち武者みたいだね、もう。髪の毛。そして、ここに中で生きてるんだよね。またここにできてるんだよね。なんだろうね、もう。で、ミワさん、カプリさん美味しそうですね。私も食べたことないので羨ましいです。一粒一粒大切に食べられるから、ダイエット中のおやつにいいかもしれませんね。ストレス発散大切ですからね。そうですね。ゆっくりゆっくり食べたいと思います。ゴディバのチョコレートね。今日はね、なんかね、一人でイライラしてね。なんかむしゃくしゃしててっていうかね。東京にいる娘に電話したりとか、息子に連絡取ったりとか、なんか寂しいんだよな。いただきます。顔、あのね、ダイエットして70日目なんですけど、本当にね、顔はあんまりね、痩せないんですよね。やっぱなんかこう、衰えてきてるんでしょうね。年齢とともにね。でもお腹はね、本当お風呂入った時に、ああ、痩せてるなっていうのがわかるんですよ。でも最近運動をね、本当に怠ってるので、これはいけないなと思いながらも、でも、ちょっと億劫なんですよね。気分的に。これご飯が多いんだよな、ここの。いつもこのお弁当。体に優しいお弁当。かぼちゃとかね、豆腐ハンバーグとか、サバの煮つけとか、きゅうりと、ささみの和え物とか。この夜にアップするのって久しぶりですね。今ね、
7時45分です。ブロッコリーはあるんだけど、明日ブロッコリーをちょっと食べましょう。コメントありがとうございました。またレビューしますね。今日70日目だったよね。髪の毛ぐちゃぐちゃで、ね、乾かしてないんですよ。乾かしてないんだじゃあまたレビューします。またね。